よっしゃー、悪は滅ぶべし。行くぞ、キリの回収だ。バビディ様のご期待に応えなければな。まずは人間どもの集まりそうな場所を探すとするか。ついてこい。これまでの修行の成果を見せてやる。この辺りで今さあ、人間どもを徹底的に痛めつけてやれ。そのダメージが魔人ブーストとの想像以上にできる。嫌な予感がしてたんだ。それで俺の代わりに、チキショウ。危ねえ、やられたかと思ったぜ。俺がまだ未熟だということか。いいよ、悪くない。よくやった。我に逆らう愚か者には死を。やはりこんなゴミどもからはわずかな霧しか集まらんか。まあいい、次へ行くぞ。さすがゴミだ。わらわらと出てくるものだな。このまま、この人本気だよ。なんか出てきちゃった。来なくては面白くないぞ。想像以上だ。ただものじゃない。まだ目標の半分も集まっていないか。お前ももっと積極的にエネルギーを集めるのだ。ためらうことはない。魔人ブーが復活すればどのみち人間ごとき全て殺されるのだからな。
時に正義の怒りがこの男を選ぶ。グレートサイヤマン1号2号ただいま参上。先ほどの奴らよりは高い距離を持っていそうだ。早速いただくとしよう。あなたなかなかやるわね。なかなかやるな。その程度でやられては正義の礎にはなりんぞ。こんなことくらいで。やつがいるなんて消えてなくなれ。正義が負けるな。動きが。ふむ、なかなかの霧が集まったようだが、これではまだ魔人ブーの復活には至らんな。待てよ、そういえばまだ残っているではないか。お前がな、お前からなら十分な量の霧が回収できるに違いない。さあ喜べ、魔人ブー復活の礎になるがいい。身の程知らずめ。じっくり苦しめてとどめを刺してやるぞ。やはりお前に目をつけて正解だったようだ。これだけの霧が集まれば間違いなく魔人ブーも復活する。私の想像をはるかに超える純粋で凶悪な力を持つ魔人だ。これもお前のエネルギーのおかげだな。己の力が魔人の糧となる気分はどうだ。実に光栄なことだろう。しかしお前もこれで良いのだ。このような結末、ありえん。
じられん。このダープラって野郎だ。サイヤ人の壁をあっさりと越えて。ようこそ